はい、じゃあどうも、フォトジニックチャンネルのマンです。高井です。はい、今日はですね、iPhone の SE 新しいのが出たので開封動画をしていきたいと思います。坂井さん、あれですよね、 iPhone 初めてなんですよね。そうですね。そうですよね。ということなんで、ちょっとまず箱から。今日が24日なんですけど、発売日の朝9時にちゃんと佐川かプロネコがちゃんと来ました。携帯なんか買い替えのいつぶり？新しいのは前回変えたのは3年前。そうやな、なんか久しぶりなんだよね。はい、じゃあ行きます。 iPhone の SE でーす。おーって言ってまうよね。これね、古い方の SE です。はい、と小ボケを見ちゃんと持ってきました。こっちが新しい方の iPhone の SE、ね、SE とか書いてない。 iPhone はこのペリペリがこれ何やねんと思ってちょっと一瞬ペリってしまったんですけど、こっからやと思うんで、このペリからやってもらって、このペリから出た、うん、そうそう、映ってないですよ、映ってないですよ。しかしですか、あ、なるほど、あ、こういうことですね。で、それ知ってるやん。なんかこうやったらそーって落ちるのがアップルペン。どう似合う。それはアンドロイドしか使ってなかったらちょっとよくわからんものが入ってると思います。そうすぎないですよ。それがなんかわかんないし、それがなんかわかんないし、知ってる？トリセツみたいな。まあトリセツって、これなんかわかる？あ、これあの鍵みたいな気がする。SIM 挿すと。おお、用意してね。そう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 。SIM カードを挿すと。Android でも動いたり。あれ見えたまに。はい、そういうふうな。なんか用ついつもついてどっか行ってます。好きなところに貼ってください。どうですか。嬉しいですか。うん。そういう話なんですよ、こっちは。ちょっとこう、前面にしたら。ホームボタンが復活してるんですって。で、もう最近は iPhone って書いてない。Apple って書いてない。で、ガラスなんで、非接触充電で対応してますけど、今は持てないので、これでしてください。はい。もうでも設定でめちゃ触るからね。後で話します。いやいやいや、もう話しちゃった方がいいよ。あ、そういうこと。そう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 。おめでとうございます。はい、で、そうか、触ったことないのか。電源はこっちなんで長押ししてみてください。もうあれなんですよ、今もあれなんですよ、あれワイヤレス。あ、ワイヤレスでもなくてライトニングや。そう、それもライトニングなんでちょっと面倒くさいですけど、車で充電して100本とかで何か買ってた。コンセントがあるの。これを見せながら設定するとその使い道は、逆向きやな。
逆向けやけど、これだってなんか字も反転してない、大丈夫、なんかおかしないこれで初期設定ちょっとやっていきましょうか。はい、はい、日本語になったら日本語読みすごいな、それインド英語ホームボタン通したんじゃない音声で、これでさ日本語を探して、日本語これ別になんか反転してるような動かないでとったしてますね。じゃあ初期設定終わったらまた次の動画に行きます。さよなら。